グレートオールは宇宙の中でこれまでに知られている最も大きな構造の一つである。グレートオールは地球から約2億光年離れた位置にあり5億光年以上の長さと約3億光年の幅を持つ膨大な数の銀河からなる壁である。壁の厚さは約1500万光年しかない。1989年に ハーバードスミソニアン天体物理学センターのマーガレット・ゲラーとジョン・ハクララによる銀河の赤方ヘニーサーベイ観測によって発見され、中国の万里の頂上にちなんでこの名が付けられた。このグレートウォールがどこまで続いているかは明らかになっていない。我々の銀河系のガスやゴミが、 遠方の銀河からの光を遮るため銀河面に重なっている部分については銀河の分布を観測することができないためである。グレートウォールの起源については現在の仮説ではフィラメント状に分布する暗黒物質の濃い部分に沿って銀河が存在するためにこのような構造ができたものと考えられている。宇宙で最も大きなスケールでは構造形成を支配するのは このような暗黒物質である。暗黒物質は重力によって通常の物質を引き寄せるため、この通常物質でできた天体が長くて薄い超銀河団の壁を形作っているのを見ることになる。なお、現在では CFE サーベイよりも遠方の銀河を調べるさらに大規模なサーベイ観測プロジェクトがいくつか行われ、その結果同様のフィラメント構造が 数多く発見されているため、ゲラーとハクラが発見した構造以外についても一般が名詞的にグレートウォールと呼ぶことがある。ありがとうございます。